すみませんでした。春日さんですか。僕は牧之原壮太と言います。まあ魔像おじさんと呼ばれる方が多いみたいですかね。お、おお、
すまねえ。この子がユミコちゃんか。ああ、確かにちょっとおばさんだけど、光飛ばしてごまかせばいいか。むしろこのくらいの方が俺好みなんだよね。お前ほんと熟女好きだよな。なんなの？ユミコさん、最近稼げてないじゃん。だから手っ取り早く金もらえるバイト紹介してあげようと思って。優しいでしょ、私。しほちゃん。そういうこと。まあちょろっと過激なビデオに出てもらうけど、その分ギャラもいいからさ。やめて。いやー、なんだこの声、ユミコちゃん。くそ、どこだ。でかい声出すな。おい、カメラ回せ。もうこっから撮っちまうぜ。動くなよ。下手に動くと服だけじゃなくて体まで引き裂いちまうぜ。待て。くそ、間に合わねえ。とな、なんだ。やはり何も感じない。道の真ん中でこんなあられもない姿なのに何も感じない。何この変態。ナイスだ魔導おじさん。春日さん。なんなんだよこいつら。今大事な撮影してんだけど邪魔しないでくんない。撮影？俺を？ならちゃんと事務所を通してもらわねえとな。誰がてめえなんか通るか。なめてんじゃねえぞおっさん。おい、先にこの変態どもぶっ殺しちまえ。おい、まだじゃ。一緒に遊ぶ。さーて、かかってきなさい。よし、いくぞ。こいつ、すげえ。ちょっと、しっかりしてよ、あんたたち。おい。こいつら連れてさっさと失せろ。それと、もう二度とユミコに近づくんじゃねえ。次はねえぞ。はい、すみませんでした。無事か。はい、本当にありがとうございました。あなたも本当に助かりました。別に気にしないでください。死んだってよかったんです。もう何の喜びも感じない体だし、どうせこの先生きてたっていいことなんて。おいおい、そんな言い方。助けていただいた方に失礼なのは承知です。ですが死んでもいいなんて言わないでください。あなたに助けてもらって私は本当に嬉しかったんです。すごく怖かった。それを
あなたは身を挺してかばってくれて、私は救われたんです。そんな大切な人の命を簡単に亡くなってもいいなんて言わないでください。由美子ちゃん、痛かった。ん？あの、一度ならず二度も助けていただいてありがとうございました。お礼になるか分かりませんが、これ受け取ってください。あなたもさっきはありがとうございました。叩いてしまってごめんなさい。何かお礼を。それなら、それならもう一回私を叩いてくれませんか。え？さっきあなたに頬を叩かれた時、すごく痛かったんです。こんな痛み久しぶりで。すみません。違うんです。私、こんなこと言ったら惹かれるかもしれませんが、叩かれたり踏まれたりするのが好きで、そんなことばっかり繰り返していたら何も感じない体になってしまって悩んでいたんです。でもあなたの一発は効きました。僕のことを心から思ってくれている愛のあるビンタ、本当に痛くて気持ちよかったです。だから、あの素晴らしい痛みをもう一度僕にください。これで。手加減はできませんよ。手加減なんていりません。魂の一発お願いいたします。まっすぐな立ち筋、初めてです。あの、初対面の人にこんなことを言うのはぶしつけですが、毎晩あなたの無知を僕に打ち込んでもらえませんか。絶対幸せにします。いや、少なくとも僕は幸せになります。まあそうだろうな。どうしよっかな。愛のある痛みに飢える男と愛を与えた女王、あれも立派な愛情の形ってやつなのかもな。店長、あんたが初孫に会える日は案外近いかもしれないぜ。